どうもバースです。違うかエンタです。沖縄キャンプグルメ阪神編をお送りしたいと思います。阪神タイガースのギノザキャンプのすぐ前にあるこちらです。パーラーギノザさんをご紹介したいと思います。ここね、阪神ファンの人がみんな来るとこなんですけど、僕のお笑い芸人の同期のオリオンリーグの玉寄せ、沖縄出身の玉寄せの同級生レイナちゃんが店長をやってるんですよ。パーラーギノザ、食べ物食べたいと思います。こちらの店のメニューはダジャレばっかりです。鳥谷、鳥屋丼、安心、カツカレー、濃味、濃い味のキムチ丼、梅のミット、あと岩沢田アンダギーもありました。じゃあ梅のミットの梅ください。はい、梅のミットです。ミットよりは小さいですが、かなりでかい骨になっております。ポーク、卵の間に梅がちょっと入ってるんですね。いただきます。あ、おいしい。梅とポークって合うんですね。めちゃくちゃなんかあっさりしてて美味しいです。梅のミットめちゃくちゃ美味しかったです。梅田選手、僕梅のミットもう食べちゃいましたから、今シーズンはミットございません。梅の選手素手で取っていただきます。もうヤクルトの勝利確実ですね。勝利いただきます。そして梅のミットごちそうさまでした。ゴースワローズ。声小さめで多いから。カットバセはいさい本土から来た人、はい、あの浦沢キャンプ応援来ました。ヤクルトスワローズ、はい、薄政中馬屋さんやバカらな一発目かしてから順にドマンギル屋さんや中和スタニアグッズや